皆さんこんにちは。今日は私が食わせた大量のつけ麺のせいで東條がお腹を壊して下痢しているので、代わりに私が主役です。へっ、計画通り。もうこのチャンネルは私のチャンネルだと言っても過言ではないでございますよ。しかし東條の野郎がどうしても後輩を一匹出演させたいということで派遣してきています。おい後輩、挨拶しろ。おっそれパンダ、みんなよろしく。尊敬する人はパンダ先輩です。パンダの見た目でパンダという名称で尊敬する人がパンダ先輩ってややこしいな。てかパンダ先輩って誰だ。パンダ先輩を知らない方がおかしいでしょうか。傀儡呪術学の第一人者である矢賀正道先生の最高傑作である感情を持って生まれた突然呪骸、傀儡呪術学の第一人者である矢賀正道先生の最高傑作である感情を持って生まれた突然変異呪骸でしょうか。めっちゃかっこいいんだぜ。お前それ著作権的にアウトじゃねえのかよ。俺はパンダ先輩じゃないからな。パンダ先輩を全力で尊敬しているただのパンダだ。ということはお前も突然変異呪骸ってやつなんだな。いや俺は普通のパンダ。人間の言葉はテレビで覚えた。テレビで覚えられるわけないでしょうが。そんなことない。ニャース先輩だって大好きなマドンニャのために言葉を覚えただろうが、あの話思い出しただけでも泣けるし。おい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 、ポケモンのニャースが人間の言葉を覚えたあの伝説の過去編なんて誰がわかるんだよ。アニメポケットモンスター第72話、ニャースのアイウエオの話じゃねえか。放送日1998年11月だぞ。パンダお前何歳だよ。なんだ、カネニちゃん知らないのか。ポケモン公式 YouTube チャンネルで2020年11月にタイアップされてるんだぞ。なんだと。だが一つだけはっきりさせておきたいことがある。なんだよ。いいか、東條さんの一番弟子は私だ。お前は私の後輩だから私の方が上だ。私は犬だから上下関係には厳しいんだ。これパンダ、犬の言葉わからない。お前それパンダ先輩の名台詞じゃねえか。そんなことより早く始めようぜ。この話は後でしっかり詰めてやる。ということで皆さんお待たせしました。今日のテーマは勉強と孤独です。おいパンダ、パンダは勉強してて孤独を感じたことはあるか。俺はないな。もともとパンダは群れを作らない習性があるから一匹で活動する方が多いんだ。そうか、私は犬科だから群れを作る。だから群れから離れる時の不安や孤独はよくわかるんだ。今まで所属していた居心地のいい集団から抜け出して一人で勉強続けるというのは大変なんだ。そうなのか。俗に言う現状維持バイアスというやつだな。なんだそれは。人間が変化を恐れて現状を維持したがる習性のことだよ。ハーバード大学ケネディスクールのリチャード・ゼクバイオ教授らが提唱した認知バイアスの理論だ。変わらないといけないと分かっているのになかなか変われない人間の不思議な習性を明らかにしたんだぜ。群れで生きていく習性がある動物ならみんなあるんじゃないか。そういうことか。パンダお前意外と博学だな。私も最初の半年はとても大変だった。勉強していない集団に属していると毎日友達と遊びに行ったりお買い物したりいろんな楽しさがあったけど、勉強を開始してからそういう娯楽が全部なくなって、毎日毎日仕事と勉強だけで埋め尽くされてとても辛かったんだ。なんで管理人ちゃんはそこまで勉強にこだわってた。変わらなきゃいけないって心底思ったからだよ。あの白熊を見てると恵まれた環境にいるくせに勉強しない自分がどうしようもない存在に思えたんだ。自分もちゃんと勉強して一人で生きていけるだけの力が欲しいなって。俺から見ると管理人ちゃんも十分すごいと思うぞ。今ではもう勉強する方の集団に属してるじゃないか。立派だぞパンダお前、いいやつだな。まあ俺は一度も勉強つらいと思ったことないけど。全然